い、どうもケニーです。よろしくお願いします。ということで今回もバンティラシューやっていきましょい。ということで、はい、今回はですね、第68シーズン SS 上位対使用率ランキングトップ10と、はい、いう形になっていきます。皆さんよろしくお願いしますと。はい。で、今回はですね、まあ、いつも1位から発表してるんですけども、今日に関して言うと、後ろから発表していきたいと思います。なんでか、そうです。やっぱり、若レイリー、昨日出てきたこの若レイリーの影響が、やはりもうすでに出てるという感じになってきます。はい。まあ、なので、まあ、一応若レイリーが出てきて、まあ、この2日間、まあ、あるんですけども、まあ、その前も一応シーズンとしてはあるんだけども、今回に関して言うと、もう若レイリーは確実環境キャラとして入ってくるという意味で、こういった、使用率になってくるっていうところも踏まえて、見ていただけたらなというふうに思います。はい。まあなんでね、まあ楽しみに、聞いてもらえたらいいかなというふうに思います。それではもう早速行きましょう。今回第10位、ギリギリに入ってきたキャラクターはこのキャラクター。鬼ヶ島内リユーサスキッドと、まあ最強ディフェンダーなんだけども、使用率で言うと、まあまあ飽きたというところもあるんでしょうか。はい、まあだいぶ落ちてきてる。そして今の若レイリー、無限回避を、されてしまうっていう意味でね。はい、もうちょっと来シーズンにはちょっとどうなってるのかなっていう、ちょっと心配なところもあるんですけども、うん。まあまあディフェンダーの中ではね、もう間違いなく環境ナンバーワンだと思ってるんで、はい。まあぜひと皆さん、キット当たっても、そんなしょんぼりしないでください。まあということで、キットさん、もうそろそろ、危ないですという感じですね。はい。さあ、続いて第9位。もうどんどんいきたいと思います。第9位はこのキャラクター。オロビですね。はい、このキャラクター緑ゲッターとして、そしてブーストゲージを上げるキャラクターとしてね、はい、先部ガンガンスタイルで行く、まあオロビー、はい、なんですけども、まあ本当にね、なんだろう、まあ使ってて難しいんかなというふうには個人的には思ってます。やっぱりね、ブースト管理っていうものをね、しっかりしていくキャラとかになってくるんで、俺みたいなブースト管理ができない人がちょっと使ってしまうと、なんかよくわかんないことになってしまうので、はい。まあ、ただし、このやっぱり今のバウンティー界において、この、オロビ、ダッシュ速度は、もうナンバーワンなんですよね。はい。まあ、なんで、一歩目を離してしまうと、このキャラクターにすぐ抜かれてしまう。うん、皆さんもう目の前でうわーって思ったところはもう何回もあるはず。はい、っていうキャラクターになってるんでね。まあね、オロビに関して言うと、まあロビン系に関してはね、もうサポートもかなり優秀なので、はい、持っておいてほしいキャラクターの一人になっております。はい、続いて第8位ですね。はい、今回はですね、もういろいろとね、順位がだいぶ変わってきてるんですよね。はい、まあ若レイリー過ごしということで、第8位、食いわずらいシャーロットリンリンということで、超フェスのビッグマムですね。はい、このキャラクターがまあ第8位と、いう感じで、まあね、組み合わせ的に言ったらやっぱりナゴミコビー、そしてドフィー、あとは今の若レイリー、でまあおでんマム、赤犬マムという感じで、まあね、いろんなね、キャラクターの裏にしっかりセットできるキャラクターになってる。やっぱり超フェスなんでね、はい、かなりのやっぱり強さを発揮してるのはもう未だ健在です。はい、まあなんでね、はい、この無敵スキル、感電を使って、まあ、相手をイライラさせていくという感じなので、まあ、ぜひとも皆さん、また復刻ね、もう少ししたらマムも来ると思いますので、はい、まあ、サポートもね、かなり優秀なキャラクターにもなってるんで、まあ、よかったらゲットしてみてください。はい、続いてですね、第7位。なんと、こっからちょっと向上キャラがなんと続いてくるんですね。はい。このキャラクターに関してで言うと、赤犬も倒せる、そして無敵スキル持ち、はい、もう皆さん分かりましたね。第7位コビ、はい、このキャラクターですね。はい、もう本当にね、強いと思う。工場でこのゲッターで無敵スキルで、
赤犬もしばけちゃうからね、もう本当に強いキャラクターだと思います。うん、でしかもね、今あの別れ入りが来たんでね、別れ入りコビっていう編成がね、かなり合ってくるとも思うし、はい、まあなんでね、そういった意味ではまだまだコビも、まあ年内はね、もう走り切れるんじゃないかなというふうに思いますと。はい、ということで第7位コビーでしたと。はい、続いて第6位ですね。はい、やっぱりコビーよりも最強の工場キャラとしてやっぱり未だ健在しているのが、まあ、いるんですね。はい、あのまあよ、あ、これ、あ、違うよなんか出たがってきたけど君違うからねはい、そうですね。はい、第6位このキャラクターになってきます。はい、ミスゴールデンウィーク。はい、強いですね、本当に強いし、すばしっこいし、無敵あるし、あそこも最終的に無敵になって旗いられたらめっちゃ腹立ちますもんね。うん、あのドヤ顔を今まで、俺は何回されてきただろうか。はい、っていうぐらい、悲しい思いはしてきた。うん、ただし俺も仕返したことは何回もあるっていうぐらいね。はい、まあ、工場のゲッターの中では、まあ今ね、最強クラスになっております。しかもね、今の環境ですらまだ6位にいますからね。はい、ということでナゴミはまだまだいけると思いますと。さあ続いてこっからですね、かなり使用率がバンと跳ね上がります。はい、なんですけども、まあそのね、一発目に登場してくるキャラクター、うん、これワンチャンこのキャラクターに関して言うと来シーズンもうワンランク上がる可能性もあります。はい、このキャラクター、海賊王ゴールディ・ロジャーと。はい、やっぱり1750個、うん、かかっただけあるね。1年ちゃんと生きてる、1年しっかり生きとるっすね、やっぱり海賊王。はい、ということで今回海賊王と。でまあ別れ入りが出てきて、別れ入りの使用率がバンって跳ね上がれば、このロジャーの価値がまたバンって上がるんですね。なんて言ったってもうレイリーじゃロジャー倒せん、マジで。うん、もう皆さん体験してると思うんですけど、めちゃくちゃきついんですね。はい、まあその中で、まあ、レイリーキラー、そしてドフィキラー、そしておでんも倒せると。で赤犬も、頑張れば倒していけるっていうキャラクターになってるという感じで、もうある意味ね、もうディフェンダーだったりアタッカーみたいなポジションをね、取っていくキャラだと思いますので、まあぜひとも皆さん見てくださいということで、ちなみにですね、ロジャーの、監督動画、届いております。はい、皆さん、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということでですね、はい、第5位は、ゴールディ・ロジャーでしたと。はい、続いて第4位。さあこのキャラクターがちょっと今後どうなってくるのか、かなり気になる。うん、さあこのキャラクター今後皆さんどうなると思いますか。来シーズンどこの行くのか、めちゃくちゃ気になってる。はい、ということでですね、今回、ちょっと待ってくださいね、いないですね、いないね、どこ行ったんかな、どこ行ったんかな、ちょっと待ってくださいね、あ、いましたね。はい、第4位このキャラクタードン・キホーテ・ド・フラミンゴということで、まあ、これね、もうレイリー使ってる人ならわかると思うんですけど、マジで多分ドフィ使ってる人、レイリー、おでんがもうめちゃくちゃ嫌、そしてロジャーも嫌なはずなんですよ。ってことはこのおでん、そしておでんはもともと多い、レイリーも増えてくる、そしてロジャーも増えてくる、ドフィどうなんねやっていう感じになってきますね。はい、赤犬に対してだけめちゃめちゃ強いってなってきたとてって、ちょっとね、今後なってくる可能性もあるんで、あの来シーズンあたりちょっと要注目キャラクターですね。はい、まあなんでそこもね、見ていきたいと思いますと。ということでドフィさん頑張って。さあ続いて第3位、このトップ3からがねまた多いんですよ。はい、で今回トップ3入ってきたら、まあ、もう皆さんお分かりだと思います。このキャラクターが入らずして誰が入ると、ワカレイリーですね、シルバーズレイリー。このキャラクター本当に強い
もうやっぱり単品で出てくるだけあるし、やっぱりレイリーだしということは、運営マジでレイリー大好きっすね。本当に大好きだと思う。まあっていう感じでね、もう皆さん分かってると思うんですけど、まあ強いんですよ本当に。はい、まあっていうのがこと、あの今日の夜もう名プレイヤーのシルバーズレイリーの動画上がるんで、よかったらね皆さんそれ見て、まあ引かれてない方はあんまり見るのおすすめしないです。引きたくなります、めちゃくちゃすごいんで。はい、まあということでですね、第3位レイリーという感じですね。もうナイスです本当に。さあ続いてこっからですね、さあ世代は交代していくのか、はたまたはまたまた赤犬がトップ1いるのか、どうでしょうか。いきましょう、第2位、このキャラクター元帥杯ということで、今回降格です。はい、もうこれが何なのかっていう話なんですけども、もうね、おでんはね、やっぱりね、こうレイリーと組み合わせしたり、ドフィーと組み合わせ、赤犬と組み合わせ、ロジャーと組み合わせ、ナゴミ、コビー、マム、オロビ、キッドという感じで、今このトップ10に挙げた中でね、やっぱり裏編成としてね、必ずまあ入ってくるキャラクター。ただしやっぱりキッドの裏とか、まあロビンの裏とか、まあマム裏とかも、まあまあ赤犬メインでマム裏とかあると思うんですけども、やっぱりね、ドフィーとかロジャーとかの裏に赤犬をセットすることってまあないわけですよ。はい、まあなんでって言ったら、まあ旗取れないんでね、結局アタッカー使ってたとて、はい、っていうことで、やっぱりこのレイリーが出てきたことによって、おでんレイリー編成だったりというものがかなり増えてきてる。っていうことで、やっぱ使い勝手がいいのは間違いなくゲッターなので、そしておでんに関して言うと超フェスで強すぎるっていう意味でね、はい、そういうことです。ということで、杯さん、今回はもう降格という感じになっております。そして、栄えある第1位に輝いたのは、現環境最強ゲッター。はい、コウズケおでんですね。はい、もうこのキャラクターがね、もう本当に昨日レイリー使って、やっぱ思ったんですけど、やっぱり化け物です、このキャラクター。はい。で、やっぱり試合展開もやっぱ作れていくキャラクターだし、キルもしっかりできるしっていうことで、無敵スキルもあるし、旗離さんしっていうところもね、もういろいろあるところでね、はい。まあ今後多分、おでんレイリーっていう、まあ編成がかなり増えるんじゃないかなというふうに思います。で、まあそのレイリーをね、止めるためにロジャーが、まあ増えて、もっと増えてくるんじゃないかなというふうには、まあちょっとね、予想はしております。はい、まあということでね、まあ世代交代ということで、今回、おでんが、第1位に、君臨しましたということで、まあ皆さんね、はい、68シーズンはこんな形でしたという感じです。はい、ということでですね、まあ今回はこれで終わりたいと思います。皆さんいつもご視聴ありがとうございました。